はい、どうもサトチューンチャンネルでございます。今回ですね、YouTube にとって、撮って出し動画っていうのはね、もうありありっていうお話をしたいと思います。はい、今 YouTube の規約変更になっててね、それはね、収益化が停止になるっていうお話ね、ちょっと前にもしたよね。例えばね、ちょっと前までは文字スクロール動画がね、収益化されなくなりましたよと。それからあとは何だったっけ、ゆっくり実況っていうの知ってます？僕も最近知ったんだけどね。これは、音声の自動音声ね、コンピューターの自動音声っていうの、コンピューターの音声で、ゆっくり喋る動画ね、それも今収益化されなくなってます。でこれね、ちっちゃいチャンネルはまだしも、結構ね、大手も、収益化がされなくなったようです。はい、あとはその漫画とか、ほら、漫画をね、ただ画面に映して、それをこう YouTube 動画にしてるとか、それからあとラジオ配信ね、写真がもう固定、サムネイルがもう固定になってて喋ってるだけとかね、こういったのが収益化されにくくなってます。画面に変化がないっていうのかな。でもそれが全てってわけじゃなくて、やっぱりその内容があったりファンが多かったりする分に関しては、収益化はね、引き続きなっているようですね。で他にもコメント欄閉じてるとかね、うちのチャンネルもそうですから、うちのチャンネルみたいにコメント欄閉じてるところは収益化がされにくくなっているようです。やっぱりなんかこう賑やかになってる方がね、やっぱりいいというふうに、YouTube が判断するということですね。はい、なんだけれどもね、はい、そんな中ですね、やっぱりね、改めて思ったのは、じゃあ今の時代ね、撮って出し動画っていうのはいいんじゃないのかなっていう話ですよ。撮って出し動画、僕はもともと撮って出し動画でしたからね、編集とかね、し始めてまだ1年経ってないんですよ。去年の8月、去年の夏ぐらいから編集を始めて、だから、8、9と11、12、12、3、4、5、やわら1年かやわら1年経とうとしております。はい、でももともと取っ手出し YouTuber でした。でね、取っ手出しのメリット、やっぱりね、いっぱいあるわけですよ。はい、まずは手間がかからない、もうすぐね、動画をじゃんじゃん出すことができるわけですよね。特にね、お話が好きな方だったらいいと思います。それで取っ手出しで、だって編集でさ、細かく切ってね、いわゆるジェットカットっていうのがありましたけどね、パッパッパッと切る、テンポよくて見やすいですけどね。でもなんていうのかな、喋ってる間を大事にしてる人、なんかこう間が空くんだけど、その人がこう考えてる間、これが結構そのなんていうのかな、リアリティがあってね、逆にその間があることが大事っていうところもね、あったりするんですよ。他にもやっぱり、動画をね、たくさん作ることができるっていうところ、やっぱり大事なのは、やっぱり本数がやっぱり多い方がやっぱり圧倒的にいいんですね。これは収益化っていう観点からもあるんだけどね。やっぱりさ、編集になったらやっぱ動画出すのがしんどいわけよ。出していくのがね、しんどい、きついわけね。でも撮って出しだったらさ、このスマートフォンのファイルの中にある動画をもう上げればいいだけだからね。 YouTube アプリ立ち上げて、はい、ね、動画ボタンポン押して、はい、上げるっていう、あとはタイトル付けとかした方がいいんだけど、それだけでね、仕上がるから、もう編集とかしたらさ、ひどい時は3日4日かかったりするわけですよ、1本動画作るのに。はい、でしかもその1日何本もね、上げることができるっていうのはね、すごい大きいんだよ。これはっきり言って、編集する動画よりも撮って出しの方が弱小の時代は有効かもしれないね。まだチャンネルはちっちゃい時の間は、それよりもやっぱりその
数をしっかり発信するっていうことですね。まあもちろんそれ中身がないとダメだけどね、中身も止まらなきゃダメだけど、ってことなんだよね。でさっき言ったみたいに、収益化対象にやっぱなりやすいよね、取っ手だし、こうやってさ自分の顔声を出して、やる動画っていうのはまず、収益化対象になりやすい。まあもちろんそのコミュニティガイドラインっていうのは守んなきゃいけないけどね、あの曲を使ったら、曲っていうかその著作権に引っかかるような曲を使ったらダメとかね、これもまあ著作権フリーの音源を使って、ちゃんと注釈を入れれば大丈夫です。そこの出典元の、例えば僕の場合はよくね、ミュージックノートっていうあのサイトの曲を使ってますので、ミュージックノートって書いて、あとはそこのアドレスを貼るというふうにして使えば、そういうフリー音源だったらね、あの自由に使うこともできるし、あとは YouTube 自体にも曲があるんで、それをまあダウンロードして使うということも確かできたはず。はい、僕はやってないけどね。うん、はい、そんな感じです。うん、で、だからね、改めて取っ手出し YouTuber っていうのはいいのか。今キーニさんがね、なんていうのかな、まあ、定期的に動画を上げるように頑張りますってことで宣言されて、まあ、これからね、まあ、できる限りね、あの上げていけるように、頑張るよということで、一生懸命やってらっしゃるという、まあ、新境地開拓だね、あのキーニーさんもね、だからそれも取っ手出しですよ。やっぱ自分が何か伝えたい、発信したいっていうその情熱とか思いとか、やっぱりそういったものがやっぱり YouTube に求められてる。あとオリジナリティとかね、自分にしか話せない内容とかね、うん、そういったのをやっぱりこう、まあ、続けていくにもやっぱ取っ手出しっていうのはねすごく有効じゃないかなと思います。はい、まあやっぱり YouTube なんかね、いいカメラじゃなきゃいけない、かっこいい編集しなきゃいけない、ね、BGM テロップ入れなきゃいけないっていう風にまあ思われがちなんだけど、実は意外とそうでもないっていうね。特にチャンネルが軌道に乗るまでは、まあ編集なしでもね全然十分いけると思いますし、逆に人気になったからといってもね、取っ手出し動画僕はもう全然面白いと思うんだけどね、まあ、テレビにない良さっていうのがやっぱり YouTube のいいところじゃないのかなと思うんですよ。テレビにはできない、なんていうのかな、この素人の生の声とか、その率直な考えとか、まあ、そういうのがなんかねこうリアルで、あとはその等身大、自分に近いっていうことで親しみが湧いたりとかね。テレビだったらどうしても万人受けに作らなきゃいけない、誰が見ても面白いというようなことをやんなきゃいけない。しかもスポンサーもいる。で、あとはなんだろうね、まあ、コンプライアンスとかなんかそんな制約とかがいっぱいあるから、やっぱりね、ピンポイントで面白いものっていうのは作れないわけですよね。でもそんなの飛び抜けてね、っていうのかな、その個人に刺さる、例えば100人には分からないけど1人には刺さる動画を作り続ける、それがやっぱり YouTube を求めてることだと思うし、そして配信者にとってもそれがその生きていくため、 YouTube でその生きていくための、まあ、コツじゃないかなというふうに思います。まあこんな風にまあ堅苦しく言ったけど、なんていうのかな、自分が言ってるのはあくまでその収益化を意識した、やり方ね。これが別にその収益化なんてまあ、まあおまけぐらいでいいよとかね、っていうのであれば別にそうじゃないんだけどね、もうそれはもう自由にやってもらえば全然OK だと思うんだけど、ちょっと収益化を意識してる。でなおかつまあ編集がちょっと苦手だなとかいう人、
にはね、こういうやり方っていうのもまああのいいのかなというふうに、ちょっと待ってグダグダになったかな、はい、まあそんな感じで、はい、あのちょっと待って、あのまとまりのない話をずっとしてましたけどもね、はい、でまあこんな感じで、あの今回はね、あの取っ手出し動画の、まあ、メリットについてね、ちょっとお話ししてみました。うちのチャンネルではまあこんな感じでね、まあ、YouTube で、まあ、やっていくためのまあこの、うん、まあ、自分なりのね、まあ、体験談とか、まあ、ノウハウまではいかないけどね、うん、そういったお話を、やってみました。まあ、この動画がね、まあ、参考になったなと思ったら、ぜひね、あのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、さとちゅーチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。